おみこ、ようこそ民族学研究室へ。主任研究員の天童美子です。 YouTube を見ているとたまに胸が痛くなるような患者様の写真を使った解説動画が表示されますよね。でもそれ遠い世界の話じゃないんです。今回は日本で猛威を振るった風土病を紹介します。ぜひ最後まで聞いていただければ幸いです。本日のスペシャルサンクスはこちら。ご支援ありがとうございます。セキレイを捕まえると腹が膨れて死ぬ。日本の風土病といえばこれというくらい有名なのが日本充血球虫だ。日本充血球虫は哺乳類の肝臓の門脈付近に寄生する寄生虫。この寄生虫は流れの穏やかな川や池に生息し、最終宿主である哺乳類が水に手足を入れると皮膚を食い破って侵入する。侵入した血球虫は血管を進み、消化器官の細い血管に到達して産卵。卵によって血管が塞がれ、周囲の組織が壊死、壊死組織と一緒に卵が消化器官内に落ちるとされている。感染すると最初に侵入された皮膚に炎症が起こり、感染後2週間ほどで発熱、腹痛、下痢、血便などの急性期症状が現れる。慢性期には肝硬変を伴う腹水、貧血、消化器官障害などが発生し、最終的には重篤な合併症が現れて死に至る病だ。日本充血球虫は特に山梨県の甲府盆地、福岡県、佐賀県の筑後川流域、広島県福山市が三大流行地として知られている。感染の歴史は古く、幕末には甲府盆地の住民がこの奇病に苦しみ、村が集団離村する事態にまで発展した。感染者が多い地域では川遊びをする子どもたちに対して、綺麗だからといってホタルを取ると腹が太鼓のように膨れて死んでしまう。セキレイを捕まえると腹が膨れて死ぬと警告されていた。また農民たちはこの病が水田や川に手足を入れると赤くかぶれる泥かぶれを得て発症するというのを知っていた。医療が発展していない時代でも住民たちは経験則で事態を把握していたんだね。この寄生虫の発見は医師や生物学者による努力によって進められ、特に1913年、宮入り貝が中間宿主であることが確認。ポットを挙げて用水路の舗装などの対策が行われた。1956年以降、用水路のコンクリート化事業が本格的に進み、1978年以降は新たな感染者が発生せず、1996年には日本充血球虫流行の収束が宣言された。こうして日本はこの病を撲滅した唯一の国になったが、安心するのはまだ早い。世界にはまだ日本充血球虫が生息しているので、生息地に旅行する際には注意が必要だ。詳細はこちらの動画を見てね。名主のたたり。土佐の北本は高知県の太平洋に面した町、伊田に存在した風土病だ。北本とはその地における赤い発疹のこと。その病は夏の限られた期間に突然原因不明の高熱を出し、やがて赤色や紫色の発疹が全身に多数現れ、発病からわずか数週間のうちにその半数以上が死亡するというものだった。助かった者も高熱が1ヶ月ほど続いて、生死の境をさまよい、回復するのに半年かかるケースもある。死亡率の高さと原因不明の症状から、古くより当地の人々の間では、名主のたたりと信じられ、恐れられていた。正確な時代はわからないが、いつからか伊田にはこのような伝承があった。その昔、この伊田の村に掛川信義という名主がいた。ある時、お上が所有する材木を伊田の村人たちがお上のものとは知らずに使ってしまった。それに激怒したお上は名主の掛川信義に自害を命じ、名主掛川信義は切腹して果てた。北方は村人の不注意で命を奪われた名主のお上と村人に対する恨みたたりである。お上カルシウム足りてなくない？しかし、この不気味な名主のたたりは、皆大好き風土病の研究者、さっさ学ぶによって解明されることになる。誰？と思った方はこちらの動画を見て。さっさ学ぶが伊田を訪れると、長年にわたり土佐の北方を観察している頃が重要な話をしてくれた。共通するのは、いずれも急に寒気に襲われ高熱が始まり、1週間ほどすると全身に赤い発疹が現れる。この発疹が赤色をしているうちはいいが、内出血して紫色になると大抵は助からない。そして体のどこか一箇所に小豆ほどの大きさのかさぶたができているが、あまり痛みがないらしく、本人は気づかない場合が多い。高熱を出して2、3週間もすると意識が朦朧とし、死への恐怖から上ごとを口走るようになり、意識不明となって死亡する。助かった者はかさぶたが塞がった跡が残る。かさぶた、塞がった跡というキーワードを聞いたさっさらは、これはつつが虫病の症状だと確信した。ダニの一種であるつつが虫の幼虫は一生に一度だけ人などの哺乳類の皮膚にくっついて組織液を吸う習性を持つ。
幼虫の 0.1 から 3% の個体がツツガムシ病リッチケアという病原体を持っており、この個体に吸われることでツツガムシ病に感染する。ツツガムシ病の大きな特徴はこの吸着時に刺された刺し口と呼ばれる痕跡が残ること。見る人が見れば分かりやすいかもしれない。30年近くに及ぶ病の詳細な記録と学んだ経験がないのにもかかわらず、症状の経過や特徴を的確に捉えた観察眼、この頃ただものではない。そこからさっさらは伊田地区の住民と協力してツツガムシが寄生するネズミを捕獲。ところがこのツツガムシは今までに見たことのない新種のものだった。さっさにより土佐ツツガムシと命名された。土佐ツツガムシを調べるとリッチケアを持っていることが判明。名主のたたりである土佐のホッパンはツツガムシ病だと判明した。その後は肌の露出を減らすなどツツガムシ病の対策がされ、1959年を最後に土佐のホッパンは現れなくなった。しかし2014年にも1匹ではあるが土佐ツツガムシの生息が確認されており、まだ感染の恐れがあるとされている。ちなみにツツガムシがいるのは四国だけじゃないからね。原因不明のまま消えた病、フード病には原因に不明のままいつの間にか消滅したものもある。その一つが首下がり病、ジェルリエ病だ。首下がり病とは東北地方で1880年代に報告され、フード病として認識された。最初に発見されたのは1886年、麻痺性めまいの流行としてジェルリエが発表。名前を取り首下がり病、ジェルリエ病と呼ばれる。1930年頃にはスイスのジュネーブ周辺で流行し、日本では青森県南部や岩手県北部、岐阜県に多く見られる地方病とされた。その後愛知、徳島、佐世保、長崎など全国各地でポツポツと患者が報告された。発症者は10代から20代。日常生活を送っていると急に手足の麻痺、めまい、眼球運動障害などの眼症状、嚥下障害などの発作が起こる。発作時に首が下がり、首を上に上げることが難しいため首下がり病と呼ばれている。発作は数分から10分ほど続き、発作が起きている間は周期的に軽い痙攣や眼球運動障害が生じる。食事が症状を悪化させるとの報告もあり、発作時には血清中のカリウムが低下、心電図では収縮した心臓が元に戻るときにできる T 波の低下が見られることもある。発症者は海外では厩舎で働く人に多いとされるため、原因は微生物ではないかと指摘されている。その他、球菌感染、マラリア、ビタミン欠乏、自律神経系の異常なのが原因として考えられているが、グリコーゲンの合成分解の際の酵素異常、含水炭素代謝障害によるとする説が最も有力とされている。治療には塩化カリウムの薬物療法が行われ、発作が軽減されることが報告されている。発症からの経過は良好で、通常2年から5年程度で自然治癒し、死亡例は報告されていない。そして徐々に発症者は減り、原因のわからないまま首下がり病は消えてしまった。最後まで謎の病だった。アシナエ。こちらも原因不明だが、紀伊半島で今も続いている病。紀伊半島は本州中央部から太平洋に突き出る日本最大の半島で、温暖で山が多く複雑な地形と豊富な降水量が特徴。南部には小座川という清流が流れ、風光明媚な場所だ。ムロ病が初めて記録されたのは江戸時代の1689年で、本庁古事陰陰集に収められた古事紀伊小座の不幸の人が最初。小座というのは小座川流域に住んでいた人、不幸は親不幸をした人を示す。道を歩むこと叶わず、ついに足苗となれり。小座では親不幸をすると足がだんだん効かなくなって歩けなくなってしまうという教訓話だ。つまり古くから小座の人々はこの原因不明の病に悩まされていた。ムロ病とは正確には紀伊 ALS-PDC。ALS は筋萎縮性側索硬化症。PDC はパーキンソン認知症複合。紀伊半島の山間部や三重県の保原地区を中心に多発する ALS とパーキンソン病、認知症が合わさった奇妙な病気だ。ALS 症状は手指の使いにくさ、筋肉の痩せ、呼吸困難など、病気が進行すると日常の動作も難しくなり、平均して5年半で死亡。PDC 型は症状が緩やかに進行し、平均寿命7から9年という短さだ。1960年代に紀伊半島で ALS が多発していることが明らかになり、調査の結果、栄養状態が改善されると患者数が減少した。しかし1990年代以降再び患者数が増加。栄養状態や水の成分が原因とされるが、根本的な原因は今でも不明。ムロ病は紀伊半島、グアム、ニューギニアの3カ所にしか存在せず、ミステリアスディジーズとも呼ばれる。一時期は栄養改善で患者数が減少したが、毎年新たな患者が報告されている。そしてムロ病は遺伝子の特定が難しく、地域から離れても発症するケースがあり、今でも多くの患者と研究者を悩ませている。詳しくはこちらの動画を見てね。豪病とされた病。
王病とは前世の悪業の報いでかかるとされた治りにくい病気のこと。チビガッチャ気象は青森県の津軽地方、特に岩木川流域に古くから伝わる地方病である。かつては遺伝子疾患や伝染病、梅毒などが原因と考えられたが、現地在住の増田氏による医学的な研究によって、これがビタミン B2 欠乏症による栄養失調状態に起因するものであることが明らかになった。昭和19年から22年にかけて増田氏が42名の患者を観察。昭和25年に行われた日本ビタミン学会で、シビガッチャ気象がビタミン B2 群欠乏による疾患であることを初めて報告した。その後、京都大学の井上堅教授と協力して実験的研究を進め、ビタミン B2 およびニコチン酸アミドの欠乏が病因であることを立証した。チビガッチャ気象の症状は多岐にわたり、舌の変化、口唇、口角の炎症、目の異常、皮膚の変化などが見られる。特に肛門や陰部の痛みが目立ち、全身の倦怠感も報告されている。これらの症状は季節的に偏りがあり、5月や10月に悪化するようだ。シビガッチャ気象の多発地域では、低タンパク、高糖質食に伴うビタミン B2 群の欠乏が主な原因であるとされている。さらに地元の玄米のビタミン B2 含有量が他地域よりも少ないことが指摘されている。また井戸の飲み水に含まれるマンガンがビタミン B2 の合成機能を低下させ、病気の一因になっている可能性がある。チビガッチャ気象に対するビタミン剤の投与は、一部の患者でビタミン B2 の増加が確認されるものの、期待されたほどの改善は見られない。そのため低タンパク食による肝機能障害への対処や現地の飲用水の改善が重要とされている。特に食事面における栄養的貧困と経済的貧困が主な要因であるため、これらの問題に対処することが不可欠である。蚊が運ぶ恐怖の病。八丈小島の爆にまつわる物語は、日本でリンパ系フィラリア症が発見され根絶された歴史的な出来事だ。八丈小島は八丈島の西北に位置する無人島で、かつては宇津木村と鳥内村の2つの村が存在していた。しかし急な地形のため陸路はなく、交流はほとんどなかったようだ。この小島には爆と呼ばれる風土病が蔓延しており、島の住民を苦しめていた。爆はリンパ系フィラリア症の一種で、感染初期はほとんど症状が現れず、数年後に熱発作やリンパ節の腫れなどが起こる。さらに重症化すると増肥病や乳糜尿など様々な症状が現れ、生活に大きな影響を与える病だった。当時住民は水が原因であると考え、バクは治らないものと諦めていた。しかし調査により、バクの正体はリンパ系フィラリア症であることが判明。八丈小島での初めての現地調査が行われたのは1896年。その後東京大学伝染病研究所の研究者たちがバクの原因を解明し、 DEC がフィラリアに有効であることを発見した。 DEC の投与によりフィラリアの陽性、ミクロフィラリアが減少。1968年では八丈島全体でミクロフィラリアが検出されなくなった。その後八丈小島では1969年に全員移住が実施され、島は無人島となった。八丈小島でのフィラリア対策は一応の終了を迎えたが、その成果は日本全体で評価され、各地での対策活動に役立った。結果、日本が世界で初めてリンパ系フィラリア症を根絶した国となった。詳細はこちらの動画を見てね。現代でも起こり得る慢性中毒。風土病、地方病といえば生活環境や地域の風習に絡んだものだが、これは現代でも起こり得る風土病だ。阿蘇地方の人や牛馬には夜なばという病が古くから見られた。これは歯の表面に透明な白濁斑点が現れ、歯をもろくする疾患だ。1942年、熊本大の畑野教授らにより、熊本地方の特定の地域で見られる一種の骨疾患が阿蘇火山病と命名された。この病気は主に熊本県の阿蘇地方と熊本市、日名子温泉周辺の火成岩地帯や高線地帯に分布しているほか、他の地域でも地方病として存在している。この病気の原因は多発地域での飲料水中のフッ素の過剰摂取にある。通常フッ素は虫歯予防に働くが、その摂取量が多いと歯上昇を含む中毒症状を引き起こす。この地域の人々は阿蘇山の火山灰、ヨナが溶け込んだ水を飲んでいた。そのためフッ素を日常的に摂取してしまっていたようだ。この病の患者には骨や歯の石灰化を促進し、血液中のカルシウムを低下させる働きを持つとされる唾液腺ホルモンの欠乏が見られる。
症状としては骨の変形、発育障害や骨萎縮が生じる。血液ではリンパ球の減少と軽度の貧血が特徴的。また歯の表面には黄色や褐色、黒色などのまだら状の模様が現れ、身長の異常促進、体重の減少、脅威の低下なども確認される。予防策としては飲料水中のフッ素を取り除くことが挙げられ、ビタミン A の投与も有効であるとされる。阿蘇地方でも1954年以降、水道の普及により繁盛市は減少した。しかし現代でもフッ素中毒は起こりうることなので、虫歯予防だからといってフッ素の取りすぎには注意が必要だ。気候が原因で起こる病。最後はこちら、住んでいる土地の気候が主な原因で発症する病気だ。うる病は主に北陸地方や他の寒冷地域で発生している骨の病気で、日本では富山県氷見地方が初めて系統的に調査された場所だ。うる病の特徴は骨の発育不良により変形が起き、骨軟化症や骨粗鬆症が成人期に問題となること。これはビタミン D の不足や紫外線不足が一因とされている。うる病の発生には複数の因子が影響しており、気象条件が重要な要素となっている。特に北陸は冬の日照時間が桁違いに少なく、年によっては10日間で5時間程度の日照時間しかない季節もある。また北陸地方では山や林が多く、家屋が山の斜面に建てられ、建物の中に光がほとんど入らない作りになっていた。これによって日照不足が生じ、食生活も経済的状況から不良になりがちだった。食事は米食が主体であり、動物性タンパク質や脂質が慢性的に不足。うる病の予防としては家の日当たりを良くし、ビタミン D の栄養剤を投与の効果を確認することができた。これにより病態が改善し、うる病の発症者も減少したとされている。しかし現在、日焼けや紫外線を極端に恐れ、日光に当たらなくなった人が増加。結果としてじわじわとうる病になりかけている患者が増えているらしい。毎日15分くらいでいいから日光に当たろうね。骨を守りたければな。というわけでいかがでしたでしょうか。日本のフード病8選でした。意外と生活環境が病に直結していたり、そこから新たな風習が生まれたりと、生活理解への解像度が上がるので参考になる。まだまだ紹介できていない部分もたくさんあるので、これからも解説していきたいと思います。ではこの動画が面白かったら、チャンネル登録高評価で応援お願いします。天童美子を応援してくれる支援者さんも募集中です。概要欄からクリエイティアを見てね。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。